私も話したいことあるから。あ、ちょっと待ってね、カバン持ってくるから。私は仲直りしたいと思ってるよ。あんたたち、あや、そういうこと、私がバカだった。あんたは私の味方だと思ってたのに。
でも信じられなくて疑って傷つけた。わがままだよね。そのくせ甘えようなんて思った。それこそ褒めてないわね。大事な人？ごまかさないで、本当に心配してるんだよ。
ちゃんの大事な人は私にとっても大事だから。それにお兄ちゃん一人じゃ心配だもん。
今日じゃないわよ。何か企んでる？まあいいわ、入って。ちょっと部屋で待っててね。勝手にいじんないでよ。誰かからウサギを預かったんだ。
子供の頃から獣医になるのが夢だった。おねだりして買ってもらった図鑑が宝物で、だけどうちではどうしても買えなかったから嬉しくて、アリカそのこと知ってたから、アヤなら安心よねって。旅行に行ってる間だから、ほんの2日だったんだけど、ちょっと目を離した隙だった。ケージから抜け出してて、気がついて探した時にはもういなくて、私謝らなくて。私も一人でいると死んじゃうのかな。だってだってもう私かな。少しだけ頑張れるような気がする。あ、私の方が照れてんの。
時間ね。うちで食べてく？してるくせに。明日ね。